なんだって君はそうやっていつも問題ばかり起こすんじゃねえ。仕方ないじゃないですか。俺だって我慢したんすよ。あもううるさいうるさい。昼間からザリガニのともぐいみたいに。だってひどいんじゃ。坂西くん、お客さんのネクタイが気に入らないからって仕事をストライキするんじゃよ。だってクソみたいなネクタイなんすよ。気が散って仕事に集中できませんよ。聞いたことないよ、そんな理由でサボる会社員なんて。社長、坂西さんの理由も大概ですけれど、それでそんな大声出して叱るのもどうかと思いますわ。だって職場の仲間が悪いことしたら一緒に働く者は叱るでしょう。ダメです。だって坂西さんは仲間じゃないんですから。ね、社員が仲間だと思っている経営者は未来がないっていう話。どうして?もしかして坂西くん、実は社員でも何でもない通りすがりの人なのかね。俺社員じゃなかったんすか。そうじゃありません。そういう仲間だという考え方がもう古いと言いたいんです。いいですか、これまで日本の多くの企業は社員に対してその人生までも責任を負うようなスタンスでした。ですから終身雇用は当たり前、上司も部下も家族ぐるみの付き合いをし、いざ会社が厳しい時には社員にもその痛みを分けるのが日本的経営の基本でした。まあそういうのが古いというのはわかるけれど、でも雇用の流動化が進み、転職がそれほど悪いイメージじゃなくなった現在、会社が厳しくなったら社員は当たり前のように離職します。なぜでしょう。そりゃ潰れたりでもしたら給料もらい損ねますし、転職する時もイメージ悪いじゃないですか。そうですよね。つまり社長の若い頃のような社員は家族みたいな考え方は通用しなくなったんです。今は社員はお客さんと思った方がいいですわよ。お客さん、こう考えてください。社員は労働というお金で、会社というお店屋さんから賃金という商品を買いに来ていると。ですからお客さんはなんとなくお店が汚らしいとか雰囲気が合わないとか店員が感じが悪いとなると、当然もうそこでは買い物しなくなります。まして店員がお客さんを怒鳴りつける店なんて、まっぴりごめんじゃないですか。でもそれを言ったら、うちの会社は業界内ではそんなに悪い賃金じゃないよ。つまり社員が支払う労働というお金に対して賃金という商品は決して悪くないと思うんじゃが。社長、新卒者が就職先を選ぶときに何を重視するかというアンケートで、給与を上げる人はそこまで多くないんですよ。え、そうなの。俺は給料ですけどね。ご覧ください。1位は社風や人、妙な上司がいるのも嫌だし、残業が多くないか、休みはちゃんと取れるかとかね。2位は仕事内容、つまり自分に合った仕事ができるかどうか、そこに強くこだわる人が圧倒的なんです。ワークライフバランスってやつかね。そうです。給料いいんだから我慢しろなんてとんでもない話。まして社長や上司が威張り散らしたり、飲みに連れて行かれて説教なんてとんでもない話。そうっすよ。俺たちの世代の感覚だと、なんで仕事終わってまで社長や上司と飲みに行かなくちゃいけないのかわけわかんないですし。君そう思ってたの？はい。社長は財布についたでっかいキーホルダーだと思ってました。そういうことなんですよ、社長。若い社員のそういう意識を理解しないと、当然離職率が上がります。その穴を埋めるためにまた社員を雇わなくちゃいけない。その採用コストがどれくらいあるのかご存知ですか？いや、まあなんとなく結構かかってるよね。結構どころじゃないです。こちらをご覧ください。新卒採用ですと、うちの会社の規模だったら 65.2 万円もかかっています。ねえ、一人でそんなにかかってんの？驚くのはまだ早いですよ。中途採用の方がもっとかかりますけど、ざっとこんな感じ。うちの会社が人材紹介会社を使うと、年間589万円も。採用だけで普通のサラリーマンの年収ぐらいいっちゃうじゃん。そう、採用コストだけです。事業が拡大していく中での採用ならまあいいでしょう。でも大きくなっているわけでもないのに、このお金がどんどん出ていくのは会社としても無視できないコストですわ。うちなんかいつも求人出してるんだから、そのコストは莫大じゃないか。俺辞めないですから、もっと給料くださいよ。何を言っておるんじゃ。あれ、お客さんの言うこと聞けないですか？坂西さん、確かにお客さんではありますが、お客さんはつまり商品に見合ったお金を払わないと、今度は逆に商品をもらえないってことですよ。え、当然ですけど、経営者が社員をお客さんと捉えるってことは、お金を持たずに商品を求める客に対しては出入り禁止や、ひどい時には泥棒呼ばわりされてしまいます。いけいけ。昔みたいな家族のような関係性だったら、多少働きが悪くても社長や上司が温情で目をつぶっていてくれたものが、もはや通用しないということです。え、じゃあクビになるってことですか？いきなりクビってわけにはいかないから、給料を下げられるとか、出世できないとか、そういうことになるんでしょうね。もはや社員は仲間じゃない。だからお互い甘えられない関係だと思った方がいいのよ。
確かにそうじゃね。わしらも考え方を改めなくちゃならんな。でもなんかそれも寂しいっすよね。そうとは言っても所詮そこで働いているのは人間。それこそすごく仲のいいお客さんには多少の融通を聞かすこともあるじゃないですか。うん、つまり常連さんみたいなものか。いくら商売とはいえ資格紙面にやっていたらダメ。時にサービスや神対応でお客さんを喜ばせることでお店がかけがえのない存在になる。今の時代に愛車精神を求めるならそうやってファンになってもらうことを言うんじゃないかしら。そうか、お店のファンになってもらうための工夫をしろということじゃね。つまり福利厚生を充実するとか、オフィスをきれいでおしゃれにするとか。そうそう、だからこそ経営者は社内環境にも気を使い、お客さんのニーズに気を配り、絶えずコミュニケーションを取ることが重要。お客さんは外だけじゃなく中にもいるという意識でいてください。分かったよ勝子くん。わしも社員を仲間とは思わん、お客さんなんじゃ。担々麺一つ。はいよ。そうじゃないわよ。